富士は日本海軍の駆逐艦。夕雲型駆逐艦の11番艦である。夕雲型駆逐艦富士は日本海軍が富士山伝造戦所で建造した駆逐艦。太平洋戦争中の1943年7月末に竣工し訓練部隊の第11水雷戦隊に所属する。8月20日より夕雲型駆逐艦で編成された第32。 駆逐隊に所属。第32駆逐隊は、第2水雷戦隊に編入後、第3号輸送部隊として前線へ進出。以後は、各方面の輸送作戦や、戦乱護衛に従事した。11月上旬のラバウル空襲では32、かける両艦鈴波が撃沈され、本艦にも巨雷一本が命中するが不発だった。藤波は引き続き輸送作戦や、 護衛任務に従事する。1944年2月中旬、戦団護衛中の藤波はトラック島空襲に遭遇した。4月下旬から5月上旬にかけて、藤波は竹輸送に参加。続いて、タウイタウイ白地で訓練に従事するが、6月7日に 32× 両艦早波が、米潜水艦に撃沈される。第32駆逐隊は6月下旬のマリアナ沖海戦に、 前衛部隊に所属して参加。同海戦敗北後、32× は、タンカー、朝日東丸を護衛して内地に向かうが、マニラ沖合で 32× 両艦玉派が、米潜水艦に撃沈される。駆逐艦3隻は、朝日東丸、即旧太を護衛して内地に帰島した。8月中旬、藤波は、日71戦団を護衛して南方に向かうが、 同船団は空母大鷹高、即急沈没等の大損害を出した。林河白地に集結した第32駆逐隊は、訓練後、第2水雷戦大量艦と共に10月中旬以降の早号作戦に参加する。10月25日、サマール島機械船で、高尾型重巡洋艦長会が、航行不能になる。藤上は鳥海を、雷撃処分した後、 町会乗組員を救助して退避した。だが、短観航行中にアメリカ軍機動部隊艦載機の攻撃を受け沈没し、藤波、町会乗組員総員が戦死した。九百三十九年度歌唱百二十七号艦として、藤長殿造船所で建造された。九百四十三年三月五日、日本海軍は川崎重工業で建造の航空母艦を 大砲、藤永伝造船所の遊雲型駆宅地区11番艦を、藤波、三菱重工業長崎造船所で、建造の秋月型宅地艦7番艦を下月と命名。さらに三隻らは官邸類別等級表に登録された。7月1日、日本海軍は松崎達次中佐を藤波義装委員長に任命する。7月3日、 藤永伝造船所内に設置中の藤波偽装委員事務所は事務を開始。7月31日、春工松崎偽装院員長は正式に藤波駆逐艦長となる。初代主要幹部は、玉井幸雄大尉、前田圭作り、中尉、栗田義文中尉、橋本正規中尉。同日、偽装院員事務所を撤去。舞鶴陳不席。 1943年7月31日、竣工した遊具門型11番艦藤波と遊具門型12番艦早葉は、第11水雷戦隊に編入。第11水雷戦隊は、駆逐艦の訓練を主任務とする水雷戦隊で、本艦編入の直前に遊具門型10番艦鈴波も、11水戦に加わっている。内南洋部隊編入中の、 第6駆逐隊を除き、第11水雷戦隊は、日本本土で訓練に従事。8月17日、戦艦ヤマトを含む主力部隊は、クレを出撃、トラックに向かった。第11水雷戦隊は、主力部隊航路前方の紹介に従事した。8月18日、第1水雷戦隊機関は、立つから吹雪が駆逐環境に変更。8月20日、 日本海軍は夕雲型駆逐艦3隻により、第32駆逐隊を編成する。初代第3 2る司令は、白柳型駆逐艦夕立初代艦長や、影楼型駆逐艦、時津風初代艦長等を歴任した中原義一郎大佐。翌8月21日、駆逐艦4隻は、戦艦山城の内海西部海港を護衛するため、 島風型駆逐艦島風の訓練に協力しつつ、横須賀に開港。8月22日、同地に。8月26日、五隻は横須賀を出発。8月27日、瀬戸内海に到着した。その後も、第11水雷戦隊各艦は訓練を実施。9月30日付で、第32駆逐隊は第2水雷戦隊に編入される。 引き続き、第11水雷戦隊の指揮を受けた。10月1日、第32駆逐隊に、遊具モ型9番艦玉波が編入され、32× は遊具モ型駆逐艦4隻を揃えた。ただし玉波は、空母巡洋等を護衛しており、32× 本隊とは別行動である。9月上旬、大本営は、中部太平洋方面の防備を増強すべく、 日本陸軍第52師団の派遣を決定する。この中から一部兵力を海上機動兵団として、トラック白地方面に配置し、連合艦隊との共同訓練に任ずることとした。こうしたいの第一次輸送部隊は、空母巡洋や軽巡洋艦基礎、玉等により、トラック白地及び、ボナペ島へ進出した。9月下旬、連合艦隊は、戦艦山城と伊勢及び、 第11水雷戦隊により、第3号輸送部隊を編成した。高死体の第2次輸送部隊を輸送することになった。10月13日から14日にかけて、高死体は、宇治ナで各艦に分譲する。翌15日、第3号輸送部隊は再起及び、文護水道を出撃した。10月20日、トラック諸島に到着する。戦艦搭載の物件を各艦と輸送船4隻に、 イノシタ。第11水雷戦隊は3回時にわたり、ポナペ輸送を実施した。10月28日、定三号輸送部隊は解散。同日付で、第32駆逐隊は、第2水雷戦隊に復帰する。遊撃部隊系戒隊所属。第11水雷戦隊は、空母巡洋や運用等と共に、内地へ戻った。第十二駆逐隊は十月二十九日に、 高間間少省の10月30日に栗田武雄中将の視察を受ける。10月31日時点の第二水雷戦隊は、阿賀野型軽巡洋艦の城と、島風型駆逐艦島風、第24駆逐隊、第27駆逐隊、第31駆逐隊、第32駆逐隊で編成され、各地に分散して行動していた。11月3日、第二水雷戦隊は、 第2艦隊司令長官、栗田武雄中将指揮下の従順洋艦部隊と共にトラック白地を出撃、ラバウルへ進出する。途中、日照丸がカビエン北方約180回離地点で空襲を受けて損傷し、鳥海と鈴波が遊撃部隊から分離して救援に向かった。11月5日、第38任務部隊はラバウルに対する空襲を観光した。 同日朝6時頃にラバウルへ到着したばかりの栗田艦隊は大打撃を受けた。特にマヤは直撃弾により機関部で火災が発生、航行不能となった。藤波には魚雷一本が命中したが、不発だった。南東方面部隊指揮官は、ラバウル移動中の鳥海と鈴波を含めて、ラバウル所在の従順洋艦部隊にトラック白地への撤退を命じた。 クリタ艦隊は、トラック白地帰東し、修理を必要とする藤波は、マヤ島とラバウルに残留した。同時期、ブーゲンビル島、タロキナ岬に対する逆上陸作戦が実施されたが、藤波は修理のため参加できなかった。11月11日早朝、第50.3任務部隊の増援を受けた、アメリカ軍機動部隊は、第2回目のラバウル空襲を完光した。 第二水雷戦隊は、ロゴ作戦協力のため出動準備を整えていたが、アメリカ軍機動部隊の空襲を予期し、空襲警報を受けて、スコールに紛れながら、ラバウル郊外に脱出しつつあった。このラバウル空襲で、警従二洋艦アガノが、巨雷命中により完備切断の損害を受けた。また、姉妹艦鈴波も沈没している。超波も大破し、多数隻に軽微な被害があった。 南東方面艦隊の加齢によりラバウル在泊艦艇はトラック白地に撤退する。退却の途中、アメリカの潜水艦スキャンプの来撃でアガノが航行不能となった。第二水雷戦隊はマヤ、長下護衛を中断、トラック白地から来た応援艦と共にアガノと裏風の救援に当たった。一連の経過によりラバウルに残る第二水雷戦隊は 第三十一駆逐隊となった。このうち大波と巻波も十一月二十四日のセントジョージ岬沖海戦で沈没し、航行不能の超波のミラバウルに取り残された。また鈴波沈没により、第三十二駆逐隊は三隻編成となったが、十二月十五日府で、遊具モ型十三番艦浜派を編入し、定数四隻を回復した。トラックに帰討後の第二水雷戦隊は、 クエゼリン艦渉及び、ウォッチ艦渉への緊急輸送作戦に参加した。輸送作戦終了後の12月4日、遊撃部隊と分離して、サイパン島への輸送に従事。サイパン島とトラック間での船団護衛を行った。12月24日、トラック白地到着。本艦が船団護衛任務従事中の12月15日、第二水雷戦隊司令官、高間艦渉省は、 第十一水雷戦隊司令官へ転任。公認の二水戦司令官は、戦艦長戸艦長、早川三木雄少将。十二月中旬、大本営は独立混成第一連隊を南東方面に派遣し、ニューアイルランド島の防備を固めることにした。この輸送は、母号輸送と呼ばれた。十二月十三日から十四日、陸軍部隊を輸送するため、第五戦隊司令官、 橋本慎太郎少将が指揮する土の絵2号輸送部隊は、クレを出撃した。ところが、駆逐艦しぐれが漁船と衝突し、修理のため引き返した。藤波は、しぐれの代艦として、母2号輸送部隊に編入、サイパン方面対戦相当任務を両艦島風に引き継ぐ。トラック白地を出動した藤波は、28日に母2号輸送部隊と合流した。 12月29日、藤波を加えた、母2号輸送部隊は、トラック白地に到着する。1944年1月2日、母号2号輸送部隊は、トラック白地を出撃した。部隊編成は、従順3隻特逐艦2隻であった。4日火炎に到着。同部隊は、第22駆逐隊の支援を受けていた。アメリカ軍機動部隊艦載機約80機は、 トネイカボ2号輸送部隊を発見できず、第22駆逐隊を襲撃する。両艦とも、損傷、サツ駆逐艦長、イーのタダ少佐も戦死した。1月5日、ボ2号輸送部隊は、被害なく、トラック白地に戻った。1月10日、藤波と万長は、ヤマト型戦艦ヤマトを護衛して、トラックを出港した。1月15日、クレに帰島した。藤波は、 フレで整備に従事する。続いて、横須賀行きの第130オツ船団を護衛した。2月4日から、藤波は第2海上護衛隊の指揮下に入る。日本陸軍第52師団の主力、第2定団のトラック白地進出を護衛することになった。不評第150連隊の連隊長、林田慶三大佐と連隊軍機は、藤波に乗艦した。 第2定団は輸送船2隻に分譲、さらに輸送船と船団を組む。護衛部隊は、駆逐艦藤並と沢風、解剖艦天草、第31号区船艇であった。2月4日、第3206船団として、横浜港を出発するが、悪天候のため立山に被迫、改めて2月6日に、立山を出港した。ところが、 トラックを目前にした2月16日午前2時30分ごろ3206戦団はアメリカの潜水艦タングの乱撃で行天丸が沈没した。藤波は人員救助と対戦相当を行い人員1800名を救助した。戦団に合流してトラック製法沖に到達したところで2月17日のトラック島空襲に遭遇する。 第58任務部隊から飛来してきた関西機軍は戦団を攻撃。立ツ丸、マル、丸を失った。第2艇団の戦死者は約700名で戦車、工作車両など全装備を喪失。人員の一部は新京丸に救助されてサイパンへ飛退した。2月18日、藤波はトラックに到着した。第2艇団の生存者1800名は 丸腰で同地に上陸した。2月19日から20日、藤波は、峰風型駆逐艦秋風と共に、パラオに下がる工作艦赤市と標的艦ハガチを護衛して、トラックを出港した。途中合流の白梅型駆逐艦春雨を加え、2月24日、パラオに到着した。しばらく、パラオで待機する。だが、パラオにもアメリカ機動部隊の空襲の危機が迫ってきた。 3月29日、第2艦隊機下の第4戦隊や第2水雷戦隊、戦艦武蔵と第17駆逐隊はパラオを出港した。しかし、出港直後に第17駆逐隊が護衛していた武蔵がアメリカの潜水艦タニーの来撃で損傷した。駆逐艦3隻は第17駆逐隊と武蔵護衛任務を交代する。4隻は、 艦隊から分離して内地へ向かう。小賀長官が巡職した海軍お辻県後の4月3日、武蔵以下4隻は、クリエした。4月15日、第32駆逐隊司令は、中原義一郎大佐から降りた常尾大佐に交代した。同時期、大本営は、日本陸軍をフィリピンとニューギニア島西部の間の区割りに輸送し、豪北方面を増強しようとした。 作戦名を竹輸送、戦団名を竹戦団と呼称する。上海からマニラまでは、海上護衛総司令部部隊の護衛担任、マニラからニューギニア方面は、連合艦隊の護衛担任であった。4月14日、二水船の駆逐艦二隻は、第一海上護衛隊各艦と共に、竹、モタレナナ戦断を護衛して、文字を出撃、戦断訓練のため人海に滞在した後、 上海に移動。竹一船団の護衛に着く。4月21日、第6護衛船団司令官、梶岡貞道少将指揮下の竹船団は、護衛艦、輸送船、計16隻という編成で上海沖合を出撃した。一部艦艇は、高尾に寄港後、マニラに向けて航海を続ける。四月十六日未明、ルソン島北西部で、米潜水艦ジャックが、 竹船団を襲撃、第1吉田丸が沈没する。4月27から28日、船団はマニラに到着した。ここで護衛分担が変わり、護衛艦艇,艇は、不設艦2隻、駆逐艦3隻、苦戦艇、小海艇2隻となる。5月1日、竹船団はマニラを出発。5月6日、セレベス海で米潜水艦の襲撃によりアチョーマル。 タジマ丸、天津山丸が沈没した。輸送船3隻を喪失した竹船団は西部ニューギニアへの輸送を諦めてスラウェシ島北端のバンカ博地に被迫し5月9日にハルマヘラ島のワシレに陸軍部隊を揚陸した。竹輸送の失敗は大本営に衝撃を与えニューギニア方面作戦に重大な影響を与えた。5月11日三隻は 戦団護衛任務を解かれ、5月13日にはバリクパンに移動する。それぞれ別行動となり、藤波は5月18日タウイタウイ到着、第2艦隊に合流する。6月6日、深夜、タウイタウイ近海で駆逐艦メナズキが対戦攻撃中に消息不明となり、駆逐艦早パも捜索と対戦紹介のため出動したが、 6月7日昼頃、アメリカの潜水艦ハーダーの来撃で撃沈された。第32駆逐隊は三隻編成となった。また、早場沈没時に、艦長の清水一郎中佐と折田大佐が戦死した。第32駆逐隊は、一時駆逐隊司令不在となった。そこで、玉葉艦長、青木九児中佐が6月15日府で、第32駆逐隊司令に、 天任、早葉艦長として着任予定だった千本木十三四中佐が玉派艦長となった。6月19日のマリアナ沖海戦では、機動部隊兵部隊に所属して、第二艦隊司令長官、栗田武雄中将の指揮下で、連合軍と交戦する。マリアナ沖海戦は、日本海軍の大敗で終わる。前衛部隊では六月二十日の戦闘において、千代田、春菜、 マヤに爆弾命中や資金弾による損害があった。日本艦隊は6月22日に中条湾に入港。翌23日、第32駆逐隊は中条湾を出港。6月25日にマニラに到着した。さらに湘南に開港された。7月2日以降、京準洋艦北上と第32駆逐隊はシンガポールからマニラ経由で、 日本に向かう朝日、東丸の護衛に従事した。ところが7月7日、未明、マニラ到着を目前に、アメリカの潜水艦ミンゴの来撃で、タマハが沈没した。第32駆逐隊は遊具モ型2隻となった。同日、北上伊下船団は、マニラに到着。北上は修理のためマニラに残留した。7月10日、駆逐艦3隻は、朝日東丸と、 即9を護衛して、マニラを出港。5隻は、サンベルナルジの海峡を経由して、7月17日に、クレに帰島した。8月8日、大高型航空母艦1番艦大高、駆逐艦2隻と、解剖艦複数隻と共に、タンカー4隻、陸軍特殊船、貨物船、旧カテ艦、イラゴなどからなる重要船団、木71船団は、文字を出撃。 マコーで加入船の顔ぶれを少し改める。第一海上護衛隊の護衛官邸5隻を加え、8月17日朝に出港した。8月18日朝、ひかみなりした A 広島ルと同船護衛を命じられたユウナギが分離する。続いて、同日夜、バシー海峡からルソン島沿岸に至るまでの間に、アメリカのラッシャー、ブルーフィッシュ。 スペードフィッシュの3隻の潜水艦の猛攻を受け、大高、速旧、低余マル、低洋丸、陸軍特使船田松丸が沈没して、非71船団は大混乱に陥った。さらに大戦相当に従事していた解剖艦3隻もマニラ沖合で米潜水艦に撃沈された。藤波もなんとかマニラに到着して戦艦を再構成し、 8月25日から26日に出港した。しかしマニラから新たに加わったタンカーの朝日久に丸が故障を起こして、船団から一時脱落し、再合流するまで朝日久に丸の護衛に当たった。船団は9月1日に湘南に到着し、藤並はその五輪が白地で第二艦隊に合流した。藤波公開中の8月25日、 駆逐艦さみだれの座礁放棄のため、シグレタン艦となった第27駆逐隊より、同駆逐隊司令、大島一太郎大佐が、第32駆逐隊司令に任命される。当時の、第32駆逐隊は前述のように消耗を続け、遊雲型二隻だけになっていた。10月18日、早一号作戦発動に伴って、第二艦隊司令長官。 クリタ・雄中将を指揮官とする第一遊撃部隊はリンガ博地から出動した。ブルネー湾で補給の後10月22日に出撃した。冷凍機械船における第32駆逐隊は第一遊撃部隊第一部隊に所属していた。第一部隊の編成は第4戦隊、第1戦隊、第5戦隊、第2水雷戦隊であった。10月23日。 アメリカの潜水艦2隻の襲撃により、第4戦隊の高尾型重巡洋艦3隻は、あたごとマヤが沈没、高尾が大破した。高尾及び護衛の朝下長派はブルネイに向け対避を、開始する。残存した鳥海は、第5戦隊の指揮下に入った。また、あたご脱出後の栗田艦隊司令部は岸並みを経て、ヤマトに移常、同艦より指揮を取る。 10月24日の冷凍機械戦、渋谷海空襲では、栗田長官の第一部隊として、アメリカ軍機と交戦した。武蔵が沈没し、三隻損傷離脱という損害を受けた。10月25日朝、第一遊撃部隊は、サマール島沖で、米軍機動部隊を追撃する。戦闘開始時の第一遊撃部隊は、第一戦隊、第三戦隊、第五戦隊、 第七戦隊、第二水雷戦隊、第十戦隊であった。一連の戦闘により、栗田艦隊では、十十に洋艦三隻が、航行不能となり、熊野と早島が大破して、戦場を離脱した。沖並は、鈴屋の救援、野けは、千熊の救援、藤波は、町会への救援を命じられ、それぞれ損傷各艦に向かった。同時刻、 カサブランカ級航空母艦19番艦ガンビア米が、栗田艦隊の砲撃を受けて沈没した。ヒューグ滞在下脱出者は、空襲を受けて漂流する、巡洋艦と護衛の駆逐艦を目撃している。ナオトリュミは低速ながら、自力航行可能となり、2隻は、北緯11度35分、統計126度05分。 北緯11.583度統計126.083度11.583126.083地点まで到達した。19時17分、第一遊撃部隊指揮官は、航校不能艦の処分許可と警戒艦のコロン湾解雇を命じる。藤波は、鳥海の乗組員を救助後、矢になり、町会に対する来撃処分を実施した。 巡洋艦が沈没する様子は、ガンビア米セ存者も目撃していたが、鳥海は自力航行可能となって、サマール沖海戦の現場からは若干移動している。藤波は、栗田艦隊本隊から落語しつつ、従順熊野警戒艦に指定され、コロン島に帰島することとなった。翌日以降、藤波と野分けは撃沈されて4隻とも、全乗組員が戦死。 このため各艦がどのようにして沈没したのか詳細は不明である。沖波、鈴屋生存者の記録によれば、藤波の沈没状況は以下の通りである。10月26日14時、救助した鈴屋の陸民を満載して、短艦航海中の遊雲型駆逐艦沖波がセミララ島に座礁した姉妹艦早島を発見して接近した。沖波は、 乏しい燃料の中から早島に対し燃料補給を開始する。この時、早島と沖並は、藤波が約 10km ほど沖合を西方向に航行するのを発見した。14時30分、藤波は空襲を受け早地もと沖並の目前で合沈した。藤波、町会ともに一人の生存者もいなかったという。また、 アメリカ軍機も二隻を襲ってきたため、沖波は、横付けを離して、回避に転じ、単艦でコロン島へ向かった。同時刻、ミンドロ島南方では、熊野が空襲を受け航行不能となっていた。熊野からは新たに出現した、敵機約40が同艦には近づかず、水平線上の別目標に急降下爆撃を行う、光景が見えたという。こうして、藤波、 町会乗組員は全滅した。同様に、地区の乗組員を救助して退避中ののわけも、春贅帝特次機卒のベース上艦隊に捕捉され、撃沈された。第一戦隊司令官、宇垣きまと中将は、陣中日誌、戦争録において、10月26日の戦闘を、以下のように記述している。敵は負け残艦処分の戦勝ち気分にて残すしなく、掃除す。 地を抱えて我も、その時代ありしなり。うがきまとめ、戦争6429ページ同日に一没時、第16戦隊救援のため駆区間シラヌヒは、コロン湾を出撃する。10月27日、シラヌイは、セミララ東近海で格座した早島を発見、救援中に、アメリカ軍機動部隊艦載機の攻撃を受けて、撃沈された。また一部文献によると、 藤波は早島を救援しようと試みた結果10月27日になって知らぬとと共に撃沈されたとしている。11月11日、多合作戦に従事していた浜浜も空襲により、オルモック湾で長波等と共に沈没した。11月15日、第32駆逐隊は解体された。書類上在籍していた浜浜は、第31駆逐隊に転出。 胴体は遊雲型駆逐艦4隻編成となった。12月10日、藤波は遊雲型駆逐艦、帝国駆逐艦席より除籍された。松崎達次中佐、1943年7月1日から1943年7月31日。松崎達次中佐、1943年7月31日から1944年10月27日戦死。 同日付に海軍大佐、ありがとうございます。